広大な空を支配する鳥はその無限のエネルギーに驚かされる生き物です。鳥と獲物との間の無慈悲な戦いを目撃したことはありますか？飼料長とその非飼料長との間の痛ましい闘争を想像できますか？参加してビデオ全体を見て答えを探してください。鳥は空を飛ぶことができる独特の構造を持ち、信じられないほど機敏で頑丈な体を持った生き物です。私たちは鳥を愛らしいものとして認識しがちですが、本質的には最も危険で恐ろしい捕食動物の一つです。鳥は狩りをするとき容赦なく獲物を殺し、むさぼり食う様子で私たちをさらに驚かせます。次は獲物と戦う鳥の45の残酷な瞬間なので、画面から目を離さないでください。さあ行こう。この巨大な鳥類はクスに似た大きなくちばしを特徴とする独特の外観で、先史時代の生き物に似ています。ハシビロコウは主にアフリカの沼地に生息しており、背丈が1メートルを超えることもあります。ハシビロコウはさまざまな種類の魚、特に滑らかな肌の魚を好んで食べます。彼らのくちばしを見てください。このくちばしだけで獲物を素早く捕らえ、瞬く間に丸飲みすることができます。実際にはハシビロコウは草食動物ではありません。彼らはほとんど全ての種類の魚を食べます。ワニの赤ちゃんも食べます。一方で彼らは攻撃的で不安定な気質を持っており、即座に戦闘に参加することができます。マングスはヘビという名前と関連付けられることが多く、一般にヘビの敵として知られています。しかしヘビとは別にコウノトリもマングスの重大な敵です。同じ生息地を共有するコウノトリはマングスの赤ちゃんを狙います。マングスは従順な生き物ではありません。彼らはコブラを倒すことができるので、コウノトリはその高さと大きさにもかかわらず比較的簡単に対処できます。場合によってはマングースの赤ちゃんが親に守られなかった場合、コウノトリの貴重な獲物になってしまいます。長いくちばしがあるためマングースの赤ちゃんが殺される理由は簡単に理解できますが、コウノトリは赤ちゃんをすぐに丸飲みします。それだけでなく、小動物種もコウノトリに直面すると危険にさらされる傾向があります。母親のスプリングボクは沈没から子供のスプリングボクを救出しようとしているが、コウノトリの関与により子供のスプリングボクはさらに沈むだけだ。コウノトリの群れに囲まれて逃げ出すことができるでしょうか。通常コウノトリは魚や小動物を狩りますが、コウノトリ自体もジャッカルにとって貴重な獲物です。ジャッカルは地上の狩猟者で、ウサギやシマウマを捕食していると思われるかもしれませんが、トリも食料源として狙っています。
公平に言えばジャッカルがコウノトリを捕まえるとき、それは狩猟遠征の終わりを意味します。ジャッカルがどのように鳥を狩るのかを見てみましょう。彼らは狩猟技術に非常に熟練しています。鳥が一定の低い高さで飛ぶと、ジャッカルは必ずそれを完璧に捉えます。ただし、ジャッカルが扱えるのはコウノトリや普通の鳥などの鳥類のみです。ヘビクイワシと対峙すると、その傲慢さは失われます。ヘビクイワシはヘビを殺すことに特化しているため、ヘビクイワシがジャッカルに対処するのは非常に簡単です。スカベンジャーとしてカラスとジャッカルはハゲワシと並んで死骸をめぐって争奪戦を繰り広げます。これらの腐肉を食べる鳥類がここに集まり、腐った肉を引き裂いて食べると、カラスもその食べ物の分け前をつかむ機会を捉えます。ジャッカルが到着すると、すぐに彼らは全員戦利品や横取りする狡猾な捕食者に道を譲らなければなりません。マレキス島は2万羽を超える巨大なヒナの営巣地となっています。彼らはよく子供たちを置いて釣りに行きますが、これは子供たちを危険にさらします。これはペリカンにとってご馳走です。彼らは自由に獲物を捕まえて飲み込むと同時に、自分の子供を養うために豊富な食料を持ち帰るのです。ペリカンの特徴は長いくちばしと、くちばしと首をつなぐ大きな喉袋です。彼らは鳩を難なく捕まえて口に飲み込み、喉の袋を使って獲物を保持し丸飲みします。見てみるとペリカンの喉袋の中に鳩のシルエットが見えます。ごくごく、獲物は飲み込まれてしまいました。隠れ場所として地下に巣穴を掘っているホリネズミはアオサギの危険から逃れることができません。長くて鋭いくちばしを持つ鳥で、ホリネズミが姿を現す。とすぐにアオサギは素早く捕まえて数秒以内に飲み込みます。アオサギは魚狩りに関しては狡猾な暗殺者でもあります。アオサギはその鋭い視線で獲物を正確に狙い、そのくちばしで魚を捕らえ簡単に飲み込んでしまいます。
詐欺の資料遠征は驚くほど楽です。彼らはウナギを狙いますが、ウナギがまだ詐欺の長く鋭いくちばしの中でうごめいているとき、彼らは自分たちの命がこれほど早く終わるとは予想しませんでした。詐欺がウナギを丸飲みして、狩猟の旅は完璧に終わります。蛇を食べる鳥である石製インコは他のさまざまな動物種も同様に捕食します。ウサギも例外ではなく、この巨大な捕食者の餌食となり、その容赦ない肉食性の食欲の犠牲になります。